あなたが僕の父を殺した。あそこにいるのは僕だ。誰なんだ。僕はこの人を知らないはず。これでよかったのか。そのままじっとしていれば戦闘不能にはなってもらうが、その話には乗れない。お前の行動が真実から出たものなのか、それとも上っ面だけの邪悪から出たものなのか。まさかあなたとこうして戦えるだなんて。この戦いが終わったらこの身のこなしただものではない。ヤツのレーダーは厄介だが、確実に始末せねば。お前は運命に選ばれなかった。好き放題してるのは昔から見てるだろ。注意深く観察して行動しろ。だぜ。さすがに頼もしいな、今のあんた。もしやその格好で敵の注意を引くって作戦か。穏やかな性格かと思ったら、このパワーとんでもねえ野郎だぜ。食らったか。悪くねえな。無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、俺たちには関係ねえ。穏やかな性格かと思ったら、このパワーとんでもねえ野郎だぜ。俺だと気づいただけでなく、年齢まで見抜くとはな。絵を描く前に拳をぶち込んでやるぜ。お前にもう一度会えてよかったぜ。こいつ、俺のことを知っているのか。こんな俺にも吐き気のする悪はわかる。無茶するからだぜ。まずい。何かただならぬ言葉。このままぶっ飛ばさせてもらうぜ。ええ、頼りにしてます。あなたたちのことはね。てめえの能力はすげえ危険だ。むやみやたらとカッとなって使うんじゃねえぞ。そんなに僕のことが気になるのなら自分で来ればよかったんですよ。来たところで無駄だったみたいだけど、この風は。やるっていうのなら相手になろう。やるっていうのなら相手になろう。